急すぎて。ここがいいすぎる。叩いてばっかりか。ちょっと一回普通のタンマと、あ、こういう動画、今日の動画の趣旨はですね。はい、あ、もう座ってみよう。もし、はい、ピコハンマーをこれに変えたらどうなる。いや、そうですね、以上みたいな共同画になりましたんで、まあ1分動画ぐらいかな。超短い。まあ今日はちなみにあの犬山だね、犬山は今日来てますんで、犬山もう足場がバッてかけ、もうちょうど来ちゃうんでね、動画撮りに来たんだけど、まあ全部かかっちゃって、これ何今日2人なんだ、何、昨日何で、昨日は3人、3人の2で5人。へえ。ということは儲かるよね。声入ってるから儲かるよね。本当に儲かるよね。まあ儲かるんですね。そしてお金の話しかしやっぱり爆速がいると全然爆速がいると違うね。3万6千回ぐらいまでいってるね。3万6千回再生の男、もう素晴らしい。だってお前足場で検索すると、ちなみにこっち1番出てくるんだよ。すごい。それ全然知らない。知ってた？知らないです。誰か全然知らないやつに足場で YouTube 検索してた。お前が1番だよ。お1番か2番で、その時による携帯による多分その思考とかもちょっと入れてんじゃない。人によって検索が違う。ちょっと足場って検索してる。俺だけかなと思ったの、塗り替え道場とか検索するから。はい、だけど全然知らん人とかにさ、ちょっとその辺の人に聞いてみよう。ちょっと歩いてる人に聞いてみようか。ちょっと始まって検索してくださいって言って。ええ、ほんとお前が出てくる。全国でだね、足場の SEO で1位2位だよ。なんかコメントある？じゃあコメント。YouTube 足場で検索したら1位になってしまう男、堀川翔さん。あ、ちょっと名前使わない。いや、いいっすよ。いいっすよじゃない、いいっすよね、使ってくださいだろ。キャバクラの子に分かるように使ってくださいだろ。キャバクラに分かるように言われん。ちなみにさっきこれはあのなんか、看板を出しちゃいいんじゃないですか、会社でとか言って、はい、でトラックのね、なんか伝言掲示板みたいな今あるじゃないですか。ありますね。境で走りやってて、遊びやってくださいとか言って、僕出してくださいって。なんでって言ったら、いや、キャバクラ踊るこれモテますよねとか言って。世界限定でモテる。まずいでしょ、それ。錦限定でも。またコメントがあるじゃん。俺なんかあれだぞ、これ、まあ、これカットしてほしくないんですけど、このゴリラマジ見ると匂いがするって書かれたからね。ゴリラだから、まあ、職人さんもいっぱい見てくれてちょっと嬉しいからね。ありがたいです。コメントをやっぱり入れてくれると、いいコメントは嬉しい。でいいねつけてくれるとやっぱ嬉しい。そうですね。もうチャンネル登録なんかしてくれたらもう最高なんで。めちゃくちゃ増えてますもんね、今チャンネル ね。皆さんもチャンネル登録してくださいね。ぜひぜひ。チャンネル登録した人には、はい、まあ、堀川翔くんからおキャバクラ、お、あの1時間無料券ワンセット、ワンセット。そんな金ねえだろ、お前。めちゃくちゃ来るぞ。やばいっすよ、やばいっすよ。いいねの数がもうえらい増えちゃう。わしももっとかけなくなっちゃうよ。そしたらもう回転で回転で骨が曲がるぐらい。チャンネル登録がいかないとあの僕も困ってしまうんで、社員から怒られちゃうんで、社長何やってんのって言って、こんな格好でうろうろして朝から現場来たと思ったら、こんな格好でお客さんにこの間怒られたし、どんな格好で来てんだよって言って。そうなっちゃうんで、あのぜひチャンネル登録、お願いします。で翔くんにもあのコメントね、お願いします。あのへこむやつだよ、見てね。あの職人が喜ぶね、毎日本当朝早くから夜遅くまで働いてくれてるんで、あのやっぱ動画出てね、あの応援でも嬉しいもんな、頑張ってねとかね。で自分たちでも見れるんで、ぜひあの頑張ってねの一言でもいいんで、あのコメントをお願いします。せーの、また見てねー。あれお前クールぶってんだよ。